こういうことがあったんすよ。音ちっちゃいよね。この音の中で嫌だな。トークしたってデージ物悲しい話になってしまうから、ね、どうでもいい話みたいなのあるんすよ。どうでもいい話、どうでもいい話、どうでもいい話っていうか気になる。じゃどうでもいい話だったらマジで1個だけあるんですよ。なんだい。じゃあ本当にどうでもいいですけど、この間それこそあの大阪行ったんですけど、大阪、はい、あの唯一見た芸能人がジャイアント白田でした。おお、早食いの大食いの大食いの、身長もやっぱ大きかった。大きかった。あの赤いチャリに乗っていらっしゃってそこまでのキャラ作りはやってないんでしょ、うん、白田だから白とかじゃないんだ、うん、赤いチャリにこ乗って、いいな。職場に出勤してた多分。一歩で着くとかの。そんなジャイアントではなかったから。あ、そうなんだ。ズーンってなるじゃないでも近くで見たら、ああ、うん、っていう。バスケットの選手とかの2メーターとかぐらいにはあんまり感じなかった。実際いくつぐらいあるんだろうね。195センチだって。でかっ。あ、大きい。そんなにチャリ持ってたからかな。通天閣と見間違えんかったちょっとナンバにいたから見えてなかったからっていうのだけを見たっていうだけの話です。もうどうでもいい。なんかちょっと気になる話というか、僕、まあ、洋服とか好きなんですけど、例えばこのシャツどうやって着こなしたらいいんだろうみたいなの結構調べたりもするんですよこのオーバーオールどう着こなせばいいんだろう、このオーバーオールのあの半ズボンタイプのサロペット、サロペット、はい、まあ、オーバーオールどうやって着こなすんだろうと思ってその場で調べたら、なんかもう出てくるやつ全員細身の長身長で、うん、参考ならんなぁと、はい、まあ僕、まあ、こう見てあの身長180ないぐらいじゃないですか。そうだね、もうちょいちっちゃいぐらいじゃない実際166。じゃあ全然180ないぐらいって言わない方がいいです180ないぐらい、体重は300キロないじゃないですか。300キロはないと思うけど。95キロじゃないですかだから言い過ぎだったってなった時に、彼らってみんな180とかそれ前後で体重60キロぐらいの人たちじゃない、うん、こんな人たちばっかり乗せるんじゃないよと思って、みんながみんなそうじゃないから、なんかいいように見せたいんだろうけど、なんでもっと太ってる人使わないのかなって。あれじゃない、誰かの真似をするんじゃなくてもう先になる先端ね。そうそうそう、あ、最先端ね。下田さんの体型での着こなしは俺が決めるっていう。ああ、なるほど。わしがモデルになると。そう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 。みんなが下田さんを検索する。サロペット、オーバーオール、着こなし、ふくよか。でもう、ごめんなさい、うん、ごめんなさい。ただふくよかでオーバーオールは俺は石塚さんがすぐ出てきてしまうから。まあまあ、短パン。っていうか、いるじゃん、石塚さんが。そう。いるからなと思って。でもっとなんか、その、いろんな体型に合わせたモデルさんをやってほしいなっていう。海外だと今結構そういうのありますよね。どっかの有名ブランドがモデルさんとしたモデルの方だけを使うのはもうやめようってなって、人間にはいろんな体型があるんだからって言って、いろんな体型のモデルを起用して売り出した結果、売り上げめっちゃ下がったんだって下がってるでしょそうだね、これなんかなんていうのかな、なんかもどかしくない、とっても。いや、取り組みとしてはめちゃくちゃいい、うん、素敵なんだけど、ね、素敵なんだけど、でもそれをやったら売り上げが落ちたっていう。やっぱりこの理想としてるものに近づきたい、そこに行くためにそれを多分買ってるんだよねって。なるほど、これが世の縮図なんだね縮図なのかな、分からんけど、まあでもね、あ、でも ネットニュースで見たから本当かな、ネットニュースに書かれてるのは本当か俺分からんから全部半信半疑なんだけど、なんかどうでもいいような気になることないですか。どうでもいいような気になること、そんなんないかな本末転倒だけど、バイクのあのヘルメットのこのベルトをつけない人、あご紐のね、ああはいはい、俺一回そのベルトをしてない人の後ろ走ってて、はい、ヘルメット飛んできよったわけよ
俺頭飛んできたんだよ。うわじゃあ急にね、急に頭があそこ、街路樹と街路樹の間にピアノ線張ってあるなとんでもない世界線踏み出しないなマッドマックスとかの世界観だ銀狼回帰前の銀狼回帰前いや、お前、飛ぶんじゃん、危ないじゃん、そのこれの手間よりもバイク止めて取りに行く手間の方が難儀じゃん、うん、これ閉めればねこれ本当の話よいや別に疑ってはいないんですよこれかっこいいのかなだからあれをかっこいいとして最初にだから最先端としてやったやつの話聞いてみたいですよねかっこいいあれいや僕はもうそんなことより安全第一って感じですね僕もあれつけた状態で飛んでったことあるからあの顎ひもちゃんと締めて走ってるけど風強すぎてここブルブルになってスパパーってここのこの紐が風でビューって抜けてそのままポーンって後ろに飛んでったことがあってで俺がうわー後ろの人なってたかもしれないけどお前ら2人だったんかいそれちゃんと普通にキュッてはやってこんな風でビュルンって抜けるぐらいのこのヘルメットのメーカーさん大丈夫かなってちょっとメット側を僕はその時は疑いましたけどちょっと法律上等的なところがグッてくるやつなんだなたまに片手で運転してるのとかいるじゃんああバイクはバイクはあれいやお前はいいけど横で見てるこっちが怖いからっていうあギャーがどんだけ自分の腕を信じてるか分からんけどお前がこの右腕をどんだけ信じてるか俺は分からんけどなめっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってるやしこっちはお前の初見だからお前のドラテクすごいとか知らんしたまらんよねあんなら嫌だよ本当に この前すごいの見てよ肩足組んでスクーターよ片手で運転して、はい、こっちに電話つけてタバコ吸いながら赤信号無視していくよお前やりたいこと全部やってるなみたいな俺全部やってるな俺家帰って仏教の本全部捨てたなんでよ我慢しないよ俺もそいつに感銘を受けるなあいつみたいに生きる俺もいや受けるんだからあんなやつからもう絶対フロントにミルクティー入れてるでしょ灰皿と灰皿とミルクティーこの前あれよ、本土の友人からあれは沖縄独特の乗り方って聞いたんで、うん、この足組んだりだとか、うん、足組んでるよね足組んでるねあれ見えたらんなこの、なんていうのタンデムステップ2人用のステップに足を乗せ、はい、スクーターでだよ、はい、内股になってのこんなに乗ってるんだよ足がね、わかりますよわかるか後ろの人が足を置くやつでしょそうそう後ろの人が足を置くやつに足を置いてる前に乗ってる人がよ一人乗りなのこうね足がこうなってる状態ねあれどういう理屈なんかなっていう単車に憧れてるんじゃないですか単車かよ買えないからさあれ危ないって言ってたいや危ない単純に危ないでしょうねなんかでぶつかったらそこをストーンって飛んでくるんで足が後ろにあるからあーそうです絡まるもんがないからもう発射もうクラウチングスタートよ事故る事故った時により早く前に事故った時に1位になれるなんかそう考えたら昔自転車でもいませんでしたママチャリの後ろの荷物をくくるようなあれ網網のやつがあるリライトあそこにこんなやつやってるあそこに座るやつねそれと同じじゃないですか後にも先にも多分彼だけしかいないと思うんだけどすごい乗り方見たことがあって、はい、意識高い系というかなんというかスクーター乗ったんだけど、はいはいはい、座禅組んでるわけよあぐら組んでこねって乗ってるわけあぐら返してたのかうわ意識高い系っていうか意識社会系だなうまいこと言うな意識社会だから座禅意識社会意識社会系だからうまいこと言うなってこれ本当の話いや別に疑ってないってばこれ本当の話いや別に疑ってないそれはもうかっこいいとかじゃないじゃんなんかキムタクがやっててもかっこいいと思わないかもしれないでも彼は違うわけ彼は修行中だから声出してもバイク乗るなまずじゃあ修行中だからちょっと歩けん裁判所に早く着こうという人を出すな修行の皆さんまずバイク乗るなウィンカーは木魚の音乗ってくるパク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 へーってなる周りがあれだなブザーチーンだ聞こえない聞こえない
あんな車がたくさんいる中で聞こえないよ、チーンごときは。答え出ないな。もうちょっと、お店の準備も必要なんで帰ってもらっていいですか。あ、すいません。とりあえずクーラー代とかに1人500円です。でしょ。死んじゃう。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。次回逮捕。